はい、今回はですね、昨年行われたロッキンジャパンフェス2019の映像を4人で見ていきたいと思います。イエーイ。今回はですね、全部ではなくその中から選抜して3曲、一緒に見てコメントしていきたいと思います。はい、では早速見ていきましょう。レッツゴー、ゴー。よまずは一番最初のオープニングからですね。これがすごいんですよ。これね、一番最初のこのオープニングの曲に合わせてのクラップしてくれるのがフェスっぽいなって。すごい。そうそうそう。いやー、これ最初からいてほしかったね。3人はね、そう、頭から入れなかったんですよ。あー、すごい大きい。あ、そこが乗ってるんだ。そう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 。え、めっちゃ誰かめっちゃ大きかった。どれだろう。最初は顔がわからないから、もうこれみんなニヤニヤしてるわけですよ。すごい。もうこの一番前で石田さんがもう嬉しそうに笑ってるんだろう。すごい。改めて見るとすごいね。この時の気温もね、そう、夏だからすごく高くて、すでにちょっと汗だくの人いるもんね。普段ライブするので全然汗かきますね。全然汗かく。なんかその動いてとかじゃなくても気温にね。そうそう。でも私たちのところはこう屋根があるからね、お客さんの方がすごいわけよ。そう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 。しかもその人の集まった密集して熱もこもるから、そうすごいのよ。だから楽しいってもあるんだけどね。そう、暑くてコールがすごそう。うん、そうね。知らなくても乗れるし、そういうのをこうみんなセットリスト見てこの曲は盛り上がりそうとかって結構話すから、今回のこのセットリストの中にアイサレンダー、アイサレドアイがあるんですけど、その曲はもともと入ってなくって、で、あのセットリスト最初もらった時にアイサレンダーは絶対かっこいいから絶対入れてくださいって言って MC を30秒ずつ削ってギリギリ入れてもらって、すごかったもん。そう、そう、入れてもらってすごく嬉しかったけど、これは体力大丈夫かなって心配したのね。うん、楽しそう、みんな。すごいよ。そうそうそう、なの。なんかこの端っこにね、グッズ売ってるところ、その、アーティストごとのグッズ売ってるところがあるから、そこからこう来てくれる人がすごく多くて、生でそのそこの売り場から来てるのを見るとめっちゃ嬉しい。そうそうそう、そうそうそう。奥見えないもんね。はい。この時まだ11人だったんだって思うとさ、少なく感じる。3人で結構増えるけど、でも3人でしょ。はい、すごいな。すごい。さあ、気まぐれ。かっこいい。かっこいい。楽しみにしたい。これ私結構実この15期もこっち見に行こうと思ってこっち見たんですけど、なんかあの
があって、そうそうそう、道がね、行けなかったんですけど、それ、その、車の中で、ビデオ通路に繋がって、やっぱりみんな、すごい人が集まってたり、全然電波も繋がらなくて、結構画質がめちゃくちゃ悪いまんま、ちょっと途切れ途切れ、そうだね、ザーザーとなってて、音もなんかちょっと聞こえるんですけど、やっぱりこんな綺麗に見えなかったから、ね、そうだね、なんかその日その渋滞があったのが2カ所だったから、15期ももちろんそうだし、他にもこう私たちのステージ見に来たかったんだけど来れなかった人が結構いたらしくて、それがね最後ショックだったね。ライブ終わった後にそれ聞いたから、そう、それがね、そのステージに対しての悔いは全くなかったんだけど、そこだけがね、そう残したっすね。激しいな。前ツアーでこれやってた時はもっとみんな落ち着いてかっこよくっていう感じだったけど、改めて見るとテンション高いですみんな。みんなもう汗かいてる。そう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 、まだ2曲目。でも汗とか気にしてられなかったもんな。ね、横山はね、前髪だけはつってすっごいスプレーしてた。すごい。汗どんどん低く。そうなんですよ。じゃあ続きまして、落ちてこないように努めたね。もう地肌に頭皮にこう刺されるぐらい。これがライブのもう最後から3曲あと2曲とかそれぐらいの時か。こんなクマさんの声聞いたことないぐらい。煽りじゃなくてがっつり踊ってる。そうだね、煽らなかったね、ここ。確かに、小田さんヘアバンド取れちゃったし、ね、あそう、もう本当そうだった。本当だ、ゆっくりもさまよりめっちゃ綺麗。そうすごいよね、どういう技術でこうやってんのか気になるわ。この日はみんなイヤモニしてるから、そうお客さんの声もちろん聞こえてくるんだけど、その普段のホールのライブに比べてそんなにこうがっつり聞こえては来ないじゃない、外したかったこの時だけは、でも外しちゃダメって言われたから外せなかったけど、外したかったな、聞きたかったもんな直接。すごいですよね、楽しいよ。で、ね、ここでね、もうだいぶね、みんなね、こう自分の気持ちで体力をやりたい感じだから足が曲がらない。この足みたいなジャンプの足。あ、もうね、飛ぶのに力入れすぎて全然できない。
けで楽しいね。いやどうだった、どうだったってやつね。なんかすごかったです、うん、いやそのテレビ電波とか、うんうん、とかそうこういう映像とかでも、うん、すごい十分すごさが伝わってくるんですよ。だからなんかその場にいたら、うん、もう絶対もっとすごかっただろうなって思って見てほしかった、うん。こちらの映像がですね、モーニング娘。ワンナインコンサートツアー秋ココランの体のファイナルのブルーレイディスクの特典映像として収録されていますので、はい、15期もこれも見返して、はいはい、皆さんもこちらをもう一回見返して楽しんでいただければなと思います、はい。以上モーニング娘。トゥゼロでした。イエーイ、バイバーイ。